Hi, how are you? It's me, Sanae. 今日はアメリカ発音とイギリス発音どっちがいいですかっていうお話についてです。結構これもですね、お母さんたち気にされる方多いと思います。私もね、以前はいろんな研究をしてるうちに、どの発音がいいんだろうかっていうことは考えましたけれども、アメリカ、イギリスだけに限らずですね、いろんな、世界中のアクセントがありますよね。で、日本人も日本の英語アクセントって、あると思います。それをね、一生懸命日本人は大きくイギリスかアメリカにこう分けようとしていたり、その発音を身につけてほしいと願っているというだけで、実際のところはですね、世界中にいろんなアクセントの言葉があります。でも共通して言えるのは英語という言葉ですよね。なので、どの言葉、どのアクセントに、出会ったとしても、そこを、吸収していけるような大きい力っていうのを子どもたちにはつけてほしいなと思っています。なので、私のおすすめはあまり気にすることなくですね、英語のアクセントであろうと、イギリスのアクセントであろうと、オーストラリアであろうと、あ、こういうアクセントがあるんだなっていうのを自然とですね、これはこのアクセントだからっていうことをわざわざ教えることなくですね、いろんな、例えば YouTube を見たり、いろんな、CD の絵本を聞いたり、していくうちに子どもが整理していくものなので、そこまで神経質にならなくていいんじゃないかなと思っております。はい、またですね、何か質問があったり、悩んでることありましたらシェアいただければと思います。はい、また、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。 Alright, thank you very much for today. See you next time. Bye.